8組によるセミファイナルが行われた前回、激戦の末ファイナル進出を決めた3組は、セットフリー、ハイレベルな演奏力と抜群のポップセンスで審査員を納得させたセットフリー、アイン、唯一の存在感とアートを感じさせる楽曲で審査員を感嘆させたアイン、伊豆ソータ、透き通る歌声と圧倒的なライブパフォーマンスで審査員を驚愕させた伊豆ソータ。7月のミュージックゴールドラッシュは1ヶ月にわたりファイナルの模様をお届け。ミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションシーズン2ファイナル。ミュージックゴールドラッシュ司会の藤田匠です。アシスタントのほのかです。ミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションシーズン2、ついにやってまいりましたファイナルステージでございます。一次審査、二次審査、セミファイナルを勝ち上がってきた3組のアーティスト、セットフリー、アイン、伊豆ソータ、この中から今日シーズン2のグランプリが決定いたします。そしてグランプリ一組に賞金100万円が与えられます。さあということで寺岡さん、いよいよファイナルです。はい、もうねここまで来たら今までのこうフィルターを外して、うん、もうこの2曲を真剣に見たいなと思います。はい、さあそのグランプリ一体どのアーティストに輝くんでしょうか。ミュージックゴールドラッシュシーズン2ファイナル、いよいよスタートです。動画で見た時よりか全然良いですね。すごいいいバンドになってってるな。ファイナルのトップバッター、メンバーの高い演奏力とボーカル清田翔吾が作るポップなメロディ、そしてオリジナリティがあるワードを使い青春を感じさせる歌詞が高評価。セミファイナルでは映像審査を超えた生演奏の魅力を見せ見事通過。グランプリへの鍵はやはり謎の男ワイニーの覚醒か。ファイナルの舞台でさらなる化学変化を見せつけろ。セットフリー、ぼーっとしてたボイス気づき始めた、ちょっとぐったらしてたボイ、まだ間に合うかな、愛しい通り越してほしい、あの子のいる星めがけて飛び出した。何したって過去がつかないやつ、さあセットフリーのパフォーマンスがありました。審査員の皆さんにいかがだったでしょうか、聞いてみたいと思います。ゆふとさんどうでしたか。全体的にやっぱりすごくポップセンスがあるなと思いました。ちょっとこうブリティッシュポップみたいな雰囲気があって、まあ、XTC とかコステロとかあの辺をもうちょっと日本風にした感じというか、こうベタになりすぎずバンドサウンドならではのポップセンスを感じた分だけコーラスとかもっと真剣にやった方がいいかなと思いました。やっぱただこういう曲だからあーうーコーラスやろうってなくて、もう真剣に、ビートルズなんかもう最たる例ですけど
細かいんですけど、ああいうところを真剣にやるとまたバンドの見え方変わると思うんで、そういうところもぜひ頭の隅に入れてやってもらうと、いいと思います、うん、もうめちゃくちゃかっこよかったですね、うん、すごく存在感ありました。他に類を見ないオリジナルの世界観、予測不可能な歌詞とルールに縛られないメロディーで一次審査、クォーターともに高評価。セミファイナルでもゼップの舞台に臆することなく無邪気にかつ大胆な世界観を作り上げ、見事ファイナル進出。果たしてファイナルでも独自の世界観を見せるライブができるのか。純粋無垢で謎大きいアーティスト、アイン。さんの演奏をご覧いただきました。では審査員の方々にお話を伺います。バンドアパート原さん、いかがでしたか。すごくフェーダーの使い方とか機械の使い方がめちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。それで僕は劇場にいるような気持ちになりました。彼女にすごい得意なところっていうのが、日記音楽にできるんだなっていうふうに僕は感じてて、日頃感じた感情とかを音楽形式に乗っ取らずに形にできるっていう能力が彼女にはすごくあると思うんで、僕はびっくりするんですよ。これで音楽って成立するんだって。でそれをなんですごいって思わせられるかっていうと、彼女にはポサがあるんですよ。ポサがで今ものすごい完成形にあると思うの。はい、100点です。ありがとうございます。いや気をつけて、麻雀の100点はそんなにお褒め言葉じゃないから一度伺ったことのあるこの表現、そうですね、100点しますね、はい、ただ100点で止まっちゃうかもよ。あーなるほど、うん、なるほど、はい、とにかく楽しかったですありがとうございます、はい、ありがとうございます。貫禄さえ感じる、素晴らしい。ファイナル進出最後のアーティスト、一次審査、クォーターともに審査員絶賛の圧倒的歌唱力。さらにルーパーを巧みに使うライブパフォーマンスはまさに圧巻。セミファイナルでもゼップ全体に響き渡る透明感あふれる歌声で審査員を魅了。果たしてファイナルでは実力以上のパフォーマンスで審査員たちの心を震わせられるか。伊豆ソータ、
この黒のような毎日漫然とただ過ぎてゆく景色と常識に従い生きてます。仰せのままにはみ出さぬように月曜朝また顔を出す。憂鬱な天気窮屈な駅のホームに並べばざっととカットの中立ち並ぶ雑居ビル灰色の空の下で君は今何を思ってる。ねえ今日人生が終わるなら悔いのないようくたばれるようにそうやっていつも生きれたら世界はもっともっとカラフルに色を変えて変えて行けぬさもっともっとカラフルに日々は変わる変わる君次第で。さあ伊豆聡太さんパフォーマンスしていただきました。審査員の皆さんにお話伺っていきたいと思います。田野審さんどうでしたか。とても感動しました。よかったです、はい、想像をはるかに超えた感動が僕の中で生まれました。僕はお一人で日本武道館で弾き語りできるっていうイメージ思い浮かべるくらいとても素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回のミュージックゴールドラッシュはファイナル後半戦をオンエア。少年漫画みたいな話をしよう。果たしてグランプリと賞金100万円は誰の手に。新たな歴史の誕生を見逃すな。ミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディショングランプリは